まあ、名前に関してはそうだと思うんですけど、まあ、今後その安倍政権と対峙していく上でその憲法解釈の変更というところはそれに関してもじゃあ、 江田さんとは完全に一致していると。だからね、例えば車買うときにね、車の名前だけで、まあ、名前も重要ですけどね、車の性能を見るじゃないですか。その車の 車種、車の名前見てこれがどうなんだ、うん、なんだって選ぶんじゃなくて、その性能を見るじゃないですか。僕と江田さんの自衛権の定義はね、自国に対する攻撃であろうが他国に対する攻撃であろうが、自国に対しての、まあ、自国の存立が脅かされるものに対してはしっかりと自衛権を行使しましょうと、ここで一致してるんです。でこれが自衛権の中身なんだ。でこの中身のことをね、個別的自衛権というのか集団的自衛権というのかはさしたら問題ないわけです。だから朝日や毎日や読売産経がね、徹底して議論してたのも個別的自衛権、集団的自衛権で、この車の名前のところの議論してるんですよ。この性能のところで議論しないと。だから他国に対する攻撃であったとしても、ごめんなさい、自国の存立が脅かされるようなね、そういう事態であってもね、それが他国に対する攻撃だったら一切自衛権行使できないっていうのが朝日や毎日の考え方ですよ。いやそうじゃなくて、自国の存立が脅かされる場合だったら他国に対する攻撃であろうが自国に対する攻撃であろうが、攻撃の端緒は関係なくて、自国の存立が脅かされる場合には自衛権を発動していきましょう。これが、まあ、僕らの考え方だから、そんな個別的自衛権とか集団的自衛権とか名前とかラベリングは全く意味ないですけどね。そう、存立が脅かされるというのが非常に曖昧なんで、もう江田さんがよくこの集合の輪っかのように集団的自衛権と個別的自衛権を出されてますと思いますけども、そのどっち側に測るかっていうこの輪っかの向きが違うんで、ただの名前の違いとはやっぱり僕は思わないんです、ね、そしたら今の個別的自衛権の中身はどう定義されてます？今の個別的自衛権、それはもう自国に直接攻撃ということが、いやそれだけじゃないじゃん、自国に対する攻撃と、ほら中身もわからないのにこんな議論してても意味ないじゃないですか。旧博不正の侵害でしょ、はいはい、なので他に取る手段がない場合に均衡性の原則で、まあ、三要件を満たせばでしょ、ですよ、ね、じゃあ旧博不正の侵害ってどういう場合が旧博不正なんですか、まあ、そこの定義が曖昧だと思うんで、一緒ですよ。社会学的な定義なんてどこまでいったって曖昧なんですよ。なぜかといったら規範なんて人間が定立したやつで、当てはめは人間が作業するわけですから。だから旧博不正の侵害のところでね、先制攻撃論というものが認められるのかどうなのかと、これも解釈論じゃないですか。他に他の手段がない場合っていうのもこれも解釈論なんですよ。で、加えられた攻撃に対して、こっち側が反撃した攻撃が均衡してるかどうかっていうのも解釈論ですよ。結局全て解釈論でね、くくられることは自国の存立が脅かされるから個別的自衛権というものを発動できる。で今の定義は旧博不正の侵害と他に手段がないときと均衡が取れてるかどうかというところで、別に自国に対する攻撃だけじゃなくてもね、他国に対する攻撃をきっかけとしても、他に手段がなくて均衡が取れていたらいいんじゃないですかっていうのが僕の考え方。なんでその自国に対する攻撃だけに限るのか、他国に対する攻撃がそのまま広がってきて自国の存立を脅かすような事態というものを考えられるわけじゃないですか。あとはそこで法律でね、じゃあどういう場合に自衛の発動ができるかというのを法律の要件で書いていけばいいわけです。でそこが曖昧だったら批判すればいいけど、今だって曖昧ですよ。今曖昧なんで、別に今の時点で違うと批判するんじゃなくて、今後に関してね、一致した方向になるのかなという疑問が。なりますよ。だってでそこまで話をされたの、もう徹底して議論しましたもん。これそれはニカラグア判決から何から ICJ の判決だから持ち出してね、朝日や毎日や読売や産経がもう個別的自衛権集団的自衛権その言葉だけで議論してる中でね、こっちは徹底して法律論で議論したんですから。結局集団的自衛権をもう完全に日本のメディアも誤ってるのは、集団的自衛権っていうのは本来他国防衛のためなんですよ。アメリカの今回のシリアの空爆なんていうのは、これどちらかといったら僕はね、やっぱイラクの要請を受けたね、集団的自衛権の色彩の方が強いと思いますよ。であれアメリカ見てください。だからイスラム国っていうものを放置してた場合にね、アメリカ自体の
国の存立にも影響するってことを言ってるから、個別的自衛権にも引き込もうとしてるけれども、日本政府見てください、乗っかれないっていうふうに言ってるじゃないですか。これは日本の国のね、存立に影響するような問題ではないと。だから理解っていうところにしたわけでしょ。指示も言ってないじゃないですか。理解って言ってるわけでしょ。曖昧曖昧って言うけど、ちゃんとこうやって判断できてるじゃないですか。だからアメリカの場合には完全にこれ、あれですよ、本来の集団的自衛権、他国防衛のため、まさにイラク防衛のため、イラクの要請を受けた集団的自衛権というのは、その他国からの要請を受けてやるわけですから。だから今回のね、安倍内閣の出したあの閣議決定は純粋な集団的自衛権じゃないわけですよ。本来は純粋な集団的自衛権というのは、他国からの要請を受けて、その他国を守るために動くわけですよ。でもあの閣議決定見てください。自国の存立を全うするため、国民の生命財産をね、根底から覆される切迫な危険性がある場合って、あくまでも自国のためなんですよ。だから今回のシリア空爆のあれを見ればね、あの安倍内閣が出した閣議決定というものが、あれが本当に集団的自衛権なのかって言ったら、僕はやっぱりそれは違うと思いますよ。僕の考え方はもっと踏み込まなきゃいけないと思ってます。そうですよね。だからそこが僕はね、でもそれは江田さんとか党の議論の中で、自分の考え方はもうそれは押しとどめてますよ。他国防衛のやつはもう入れないと。だから本来だったらシリアの空爆の話もね、もし僕が机上の論でですよ、机上の論で、考えてる集団的自衛権でいけば、イラクから要請があればここは日本に行くわけですよ。でもそれやんないじゃないですか。歯止め効いてるじゃないですか。自国の存立を全うするためって、これがものすごい歯止めになってるんですよ。あと曖昧だ曖昧だって言ってもね、そんなのはもう、あとはもう細かな話だって、それ今の個別的自衛権の旧白不正の侵害のあの要件だって曖昧だって、そのレベルですよ。この自国の存立を全うする、国民の生命財産のが根底から覆される切迫な危険、これ曖昧だって、言葉なんだか曖昧ですけども、他国防衛なのか自国防衛なのかっていうのは決定的な違いです。だから今回ね、シリア空爆なんかっていうのは、どんだけ他国から要請があったとしても、日本に直接それだけの危険性っていうものは、日本のその存立の問題じゃないということであれば、日本はやっぱこれ踏み出さないです。現状はそういうことだと思うので、また次進むことがあればその次にまたお伺いしたいと思います。はい、だから議論するところが、その細かな重箱の隅つついたってしょうがないじゃないですか。他国防衛の方に踏み出すのか、そうじゃないのかっていうところさえ決まればね、そうしたら自国防衛のためだけだって言ったら、それはもう集団的自衛権というのは、個別的自衛権というのはどっちでもいい話で、あとは法律の要件でね、これ危険じゃないの、これちょっと曖昧じゃないのってことを個別の法律の話に持っていった方がいいと思いますよ。僕は閣議決定についてはね、あえてこれは国際法上集団的自衛権が根拠となるってわざとあれ入れましたけども、あれならないですよ。だって他国防衛じゃないんですもん。あれまさに今回のシリア空爆みたいな、アメリカがやったシリア空爆みたいなものが、あれは個別的自衛権というのはやっぱ無理あると思いますよ。あれはどう考えても集団的自衛権、イラクの要請を受けた集団的自衛権、もうアメリカがうまく外交でやりましたけどもね。でシリアに対しての同意云々というのは通知文だけでいきましたけども、まあ極めていろんな解釈がある中でね、あれはもう集団的自衛権のやっぱり一環でいくんでしょうね。でもそこはあえてカテゴライズせずに自衛権の措置っていうことでいったみたいですけどね。わかりました、ありがとうございます。